ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P 織田信長の野望全国版 CG250AA を完全攻略していきましょう。2021年11月に西陣から導入された99分の1の U タイム搭載一種二種混合機アマデジタイプです。ボーダーが 15.4 と低く、通常回転速度は普通ぐらいです。電サポはヘリを抑えるタイプで、アタッカーは決まりやすいです。U タイムの天井期待値は普通ぐらいなので、ハイエナ、フル稼働、両方とも狙います。当たると最初の1回転、へそが持っていかれてしまうので、当たりそうになったらへそためストップで対応しましょう。離席タイミングは保留がない状態であればいつでも大丈夫です。また、潜伏確変はありません。通常時はステージが特殊で、約3分の1でへそに向かいます。へそに向かなかった場合でも下のステージで入賞の可能性があるので、必ずワープの入賞率が高いストロークを狙いましょう。 U タイムは低確率250回転消化で天井到達です。電サポ回転数込みの回転数で計算して大丈夫です。恩恵が時短379回転プラス残保留4個がもらえます。セグ判別の場合、外れセグがラムクリア濃厚、それ以外が据え置き濃厚となっております。スルーを通すことで対策が可能なので注意しましょう。画面判別の場合、液晶左下に回転数が表示されています。天井狙いの最終ラインは21時前後となっております。1時間あたり約235回転回るので、残150から狙い天井を到達すると約40分かかります。大当たり消化を約1時間と想定し、合計で約1時間40分を見積もって行動していきましょう。当たりが取り切れなかった場合、期待値が下がってしまいますので十分に注意しましょう。また天井到達時、へそ0個で対応しましょう。残り3回転ぐらいから単発打ちがおすすめです。アタッカーは10カウントで5カウント入ったら打ち出しストップ、9カウント入ったのを確認後、弱強の2発を打ち出します。かなりオーバー入賞が決まりやすく、ボーダーの下げどころなので率先してひねりましょう。ひねりが苦手な方でも決まりやすいので、とりあえずひねってみましょう。ひねりが得意な方は最低でも5割は決めましょう。また、連チャン時の1ラウンド目が V 入賞のパカパカになっております。右打ち指示後、打ち出し開始。8カウント入ったら打ち出しストップで対応しましょう。ひねりが得意な方は7カウント入ったら弱から強にひねって対応しましょう。電サポは1回砲2パターンです。止め打ちは回転数によって変わります。1回転目から10回転目は電柱が閉じたら2発で対応します。11回転目から50回転目は電柱が閉じたら3発で対応します。最初の10回転は消化速度が遅いので打ち出し玉を抑えて、11回転以降は消化速度が上がるので3発打ちで対応しましょう。消化が早い状態で電柱からのこぼれ玉が多い場合は4発打ちで対応しましょう。またリーチ中は打ち出しストップで対応します。一応一番下に2箇所1玉返しのポケットを搭載しております。換気率貸し玉等価で、ベースが天井を加味する場合 18.5、増減率マイナス 0.05、出玉値間が10ラウンド平均850玉、通常回転1500回転で、期待値約プラス5400玉です。また、同条件で天井を加味しない場合は単価 4.3 円で計算しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。